はい、えー、今回は、えー、グロービス杯、えー、で打たれました、えー、上野浅見、えー、女流棋聖対柴野虎丸七段の碁、えー、を紹介したいと思いますはいじゃあそれではお願いしますはい、えー、上野さんの千、えー、番ですねはい、はい、ここからですねはいここから碁が動きましたね このタイミングで3-3に入ったんですね。うん。えっ、ー、と、3-3に、まあ、普通に受けてしまうと、これで、まあ、このまま G になる確率が高いので、まあ、ちょっと辛いということでね。えー、で、3-3に打って、まあ、実践まあね、えっ、ー、と、こうやって先ほどと同じようになればね、 この1に打った時に2と打った理屈なのでこれは一応白がね働いてるということで一応 1, 1の意味としてはまあそういうそんな理由ですねただそうすると今度はね絶対こっちから打ってこないのでこっちから打ってまた5がね変わってきますねはいで実戦もこっちに打ちましたね まあ気合でこっちも打ちたいでいいところですよね。うん。これには、まあ抑えぐらいでしょうか。これもどうなんでしょうかね。うん。こういう分かれは、うん。まああるような気もしますけどね。うん。実戦は下がって、うん。 抑えもうん聞きそうですよねはいでこういう別れになりましたねこうなってはいこれでまあ取れてるんですねこの四子がはいコスミにもえー、まあこうやってダビアを詰めてるのが大事な手ではい、うん、でまあこ,こうなってね うんうんまあ、この場合に、ね、外したのもまあなるほどなっていうはい感じの手です、はい、まあうーんとまあでまあ押さえてそうですねこうやっておけば普通でしょうかねうんただコスミツけ打たれるのがちょっと嫌だったんでしょうかねうん それがちょっと不満なところだったのかもしれないのでちょっと外してね打ってみましたねうんここら辺は、まあ、こうやって、まあ、同じようにこう打つこともできたと思うんですけど実戦はダメを詰めましたねうんまあぶつかってね生かすぐらいだったのかもしれないですけどねコスミツケ打たれるのを嫌ってね大ゲマに んですがうん、どうもここ切りが入ってはちょっと嫌な格好ですねまあこうやって下で頑張ったんですけどねうん当たりも打たれてうんこれがな,なるほどうんこ,こういう手があるんですねうんそうですねこう取,取るのは うんまあ普通に行きますか普通にこんな感じでも、うん、これはちょっと攻め合えば黒が負けてそうですねはい、うん、こうやってうんもう一回押してもこれ引く になったんですけどねでこうやって止めておくのも当然あったのかなと思います、うん、実践はそうかねいあの石が ねじり合ってますよ、ねはい、うんただこうやっていい格好でねちょっと白出た感じがありましてうんちょっと局面が進んでるで見るうちに何かいつの間にかやっぱり白がうん何か優勢になったのかなと思いますねうーん。 これはちょっとそそううでですすすねねねと見見ての頑張りに見えまちょっといつの間にか苦しくなってしまいましたよね黒にとっては、うん、はいここでねどうされますかねやっぱうんここにね打たれましたねいくんじゃないかなと思っていましたらやっぱり。 うんこれ冷静な手ですね切りを防いでねもっとガンガンいく手もあったかもしれないですけど、うん、急に冷静にはいうんまあ大体これで取るもまあ取れましたかねまあ切るしかね黒望みではなさそうですけど。 うん、やっぱりどうもやっぱり黒苦しいんですね石の形がはいまああとはちょっとまあうんこう進行このねこのこのこの仕方ではちょっとね厳しそうですよねはいここで投了となりましたねうん、まあ後半の ここのねまとめ方がね白はすごくう,んあのうまくさばいてね一気に,ね優,勢になったの優勢になったようなね勝ち方でした。ここ序盤とかはねあの面白い形ができてねはいうん面白かったですねうん見たことない形が出てきましてね。 はいこれで、まあ、グループリーグは、えー、上野、うん、と柴野さんをね通過したんですが残念ながら、えー、と決勝トーナメントでは、はい、あの負けてしまいまして準決勝に進,もうとか進むことが、ね、できませんでしたはい、まあ、このクラスの若手はもう世界でも通用するようなトップ,でもトップの,、ね、あの人たちなのでね まあちょっとね、強いんですよね。本当にね。若手がね、もう世界一,一みたいなね、なってますんで。はい。じゃあ残念でしたが、また次回頑張ってほしいですね。はい。じゃあ、これで終わりにしたいと思います。はい。失礼いたします。